自己紹介自己紹介東田でございます。おなじみでございます。はい、はい、ありがとうございます。今日はね、何ですか、しゃべり出す、しゃべり出す、止まって止まって止まって、お呼びいただいたんでちょっとね、まあまあ、はい、どうぞどうぞ、紹介していただいて、はい、ご覧いただいてる方多いですか、もうね、実は今日こちら、はい、はい、こちらのお肉なんですけど、こちらがスポンサー様、お丸鍋藤井様。丸鍋藤井様、素晴らしいお名前でございます。お肉取り扱っているということで、お肉ですね、はい、綿肉と言いまして、綿肉、特許技術を使って、あ、特許技術を使ったね、お肉でございます。素晴らしい、ちょっとよかったら、ありがとうございます。今日はお呼びいただいてね、あ、そうですね、ありがとうございます。お食事をしましょう、はい、ということで、あ、そう、これこう開けてみるとね、こうやって入ってる丸鍋藤井様でございます。素晴らしい。で、こうやって説明の出汁の作り方、お召し上がり方とかも載ってたり、これすごいんですよ。私これ本物見るの初めてなんですけど、はい、証明書です。そんなんあんねん。はい、もうほんまにしっかりとしたお牛さんをいただくということなので、ちょっと見ましょう、どんなお肉か。綿肉です。見よう見よう、とりあえず一回見よう。綿肉ほら、うわこれえげつ、これちょっと試しにね、一個、よいしょ、すごくないですか、こうやって一個一個ね、包装されちょる、うわーすごいな、ねえ、これ、はい、食べたいと思います、はい、本日は行こう。ただ東田慎さんと西川彩が揃えばそう簡単にご飯を食べる、もういい、もういい、嫌な予感しかせん、食べるわけではないです。わざわざ来たんやで、呼ばれて来たんやで俺は。そしてバークロスにはハードダーツが一旦つきました。一旦つきましたね、はい、ということで今回は西川綾ソフトダーツ501、東田慎ハードダーツ501勝負、先買った方が、先上がった方がお肉もちゃんと食べれる、負けた方は野菜のみ。慎さん勝つでしょ、縄文時小さく勝ちますよね。ね、そんなね、薄々ね、気づいてたんですよ、連絡もらった時から。そんな綺麗に食べられへんやろなとは思ってたよ。え、だから買ったらほんまに俺一人で全部食べるで、文句言うなよ、文句言うなよ、見取ってるからな、文句言うなよ、文句言わないです、よっしゃ、文句言わないです。ちなみにソフトのアベレージは今だいたいざっくり79-80、いいよ、やろう、いけると思う。じゃんけんをした上で、コークは、まあ、ソフト投げる、はいはい、カード投げる、はい、でインナーアウターそれ以外、うんうんうん、だからインナー同士やったらアゲインで、はい、それ以外同士やったらアゲインとかね、どこ刺さっても、はい、オッケーいいよ、でやろうじゃないか、それか普通に食べるっていう手もあるで、残念ながらそういかない。なんで勝てる気でいるのかが不思議やろ。だって80ちょいのアベレージでしょ。はい、すいません、あるで俺全然、おハードでも、あ、じゃあもうやりましょう。もう早く、私も早く食べたいし、いいよ、やろう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 、あちゃうし、最初はグーじゃんけん、はい、はぁー、コーク戦をいただきました。コーク大事だからね、これ。いいなー、うわマジか、がおー、はい、お願いします。お肉絶対食べるぞ。聞こえてしまった。集中する。100点。おい。
マスタードでお願いします。え ?125? 125じゃあ、どれ使っていいようですか。125? さあ、今この時間で視聴者がちょっと喋っといて。すみません。お、壁を使うのを覚えたぞ。60。ナイスアレンジ。やり手の汗、えぐい。はい。これだから28で。うん。あ、やり間違えた。何を？おい、ちゃんと待ってや。一歩目。なんなん。そんな、え？一歩目。なんなん。どうする取ります？買ったからお肉食べます。どうする取ります？こっちはそうだ。ちょっと微妙ちゃうかな。ちょっとアレンジのダサい感じ出てると思ったら、もういいんですよ。お肉食べれる。お肉食べますね、西川。だって豚肉ってあれ何でしたっけ。めっちゃ薄いきますよ。その表情、絶妙な表情。よいしょ、よいしょ。もう、つらい。いけるかな。しゃぶしゃぶします。つらい。あ、しゃぶしゃぶしてます。あ、やば、なんかね、お肉がね、薄くてね、柔らかいからね、なんかね、めっちゃ丁寧に扱わないといけない。いけるかな。なにこれ。白菜ちゃん、ごめん、ずれて。つるつるだ。もういいじゃん、あげて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 。いきますよ。うわー、もうほぼあかんやん。やっぱね、いいお肉やから、こんな、これくらいでいいんやって。ちょっと早く早く
じゃん。ちいさん野菜食べててもらって大丈夫なんで。なんで料理呼ばれて野菜肉しゃぶしゃぶにしてしましたので。肉食うのは白菜ばかりじゃ。なんか柔らかい、わかるこの感じ、すごい柔らかいんですよ。あ、箸の持ち方。じゃあいただきます。こんな白い白菜見たことありますか。いただきます。白菜に火が通ってる、うん、白菜の甘みがね、ね、ぐーなにやねん、なにがやねん。とろとろ、そうそう、ちょっと食べたるわ。めっちゃとろとろ、あ、やばい、めっちゃとろとろ、おいしい。しゃぶしゃぶ、でも食べさせて食べさせて。いや、でっかいのがいい。これさ、今日さ、呼ばれてさ、何があるかなって楽しみにしてたわけ。でさ、お肉食べろって言われてさ、でさ、やっぱりさ、勝負するんだなって思ったけどさ、でもさ、一緒にお前ちゃんさ、ダンス教えてさ、ちょっと、ちょっとずつさ、うまくなってきてさ、それで勝負してさ、さ嬉しいね、勝った、あいつが勝つことがさ、何より喜びやけどさ、それでもさ、お肉、お肉、ちょうだい。あ、おいしそう。もう一枚食べよう。あ、そろそろいいかな。食べる？食べる？ほんまに食べる？一回カメラ止めて食べよう。はい、ポチポチ食べる？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 カメラ、いいの？うん、いいの？食べよう、しんさん、食べよう。止まってるの？これ見て、すごいんだから。なにこれ？でしょ？すごいですよね、その食感が、うん、何？そのすごい、多分すごいめっちゃちゃんと肉の味するし、うんうんうん、で、なんていうの、噛み切れるというか、はぁはぁってなる。そう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 、わかる？わかってるわ、やっぱ食べてる。はぁはぁってなって、こう繊維がほどけていく感じがするというか、わかる？これは、で、もうない、うん、もうない、なくなった、口の中にもうない。え、これはすごいな、これはすごい。これ多分俺の予想やけど、0.4 から 0.7 ミリに超極薄肉を重ねてるんちゃうかなって俺思うね。多分これちょっとでも大げさになってるかもしれんけど、すげえよ。いや、でもほんまに口に含んだ瞬間、ね、そう、なんかね、しゃぶしゃぶ用のやつのその食感じゃない、うん、硬さがない、硬さがない、硬さがない、3回言った。すごいわ、これはすごい。もう食べていいねんね、食べていいスタンスでいいのね。あ、違う違う違う、違うの。1枚でお預けてるだって負けたもん、しんさん。それはすごい、そのもう食べていいんかなー。